どうも皆さんこんにちはチャックマスです。本日はですね、とうとうね、JAL の新ステータスプログラムがですね、発表ありましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL がですね、こういった形で毎日そして生涯ずっと一緒にということで、JAL ライフステータスプログラム2024年1月より始まりますということで、こちらね、 公式サイトで発表がございました。で、今回ね、解説動画ね、作らせていただくわけなんですけども、もしね、間違ってたり、またね、追加情報等々がありましたら、 固定コメントにね、載せておきますので、この点ね、ご了承いただければなぁなんていうふうに思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思います。ということで、こちらはですね、公式サイトになっているわけなんですけども、えー、生涯ずっと一緒にライフステータスプ、JAL ライフステータスプログラム2024年1月より始まりますということで、 新しいね、この JAL ライフステータスプログラムの3つの特徴ということで、まずね、ライフステータスポイントっていうのはね、誕生いたします。で、このライフステータスポイントっていうのはですね、 え、JAL ルグループの登場は、もちろん JAL カードの決済や JALPay の決済、JAL モールでのお買い物をはじめとした日常生活におけるサービスの利用で、JAL が推奨する環境に優しい活動への参加によって獲得することができるということで、ライフステータスポイントっていうのはですね、誕生して、まあ、これでね、溜まっていくっていった形になります。で、ここでね、あの一つ皆さん思うと思うんですけども、えじゃあどのぐらいでどうやって貯まるんだって話なんですけども、それがね、こちらになって、 ているわけけなんですけどもライフステータスポイント積算対象サービスということでやはりですね登場またはですねカードとかね JALPay によってこのねライフステータスポイントっていうのが貯まるって言いたがちになります。で対象サービスごとに定められた積算基準に達成するとライフステータスポイントで自動換算を行われご本人のライフステータスポイント口座に ポイント換算されますということで、まずね、登場で貯めるということで、国内線は搭乗回数、または国際線は搭乗区間マイルが指標になりますということで、国内線に関しては、まあ、1搭乗1回で、まあ、5ポイントがね、もらえるって言った形になります。で、国際線に関しては、区間マイル、1000区間マイルにつき、 をポイントっていた形になりまして国際線積算マイル数はフライトマイル積算率にかかわらず一律区間マイルの100%マイル数で集計いたしますということでまあこういった形になりましてまたねライフスタイルサービスで貯めるということでサービス利用時に積算されるマイルが指要になりますということでサービスを利用した時に積算されるマイルっていうふうになるんですよね。ででですのでカードであれば2000マイル貯まると ライフステータスポイントが5ポイントもらえて JALPay であれば500マイルが貯まったごとに1ポイントで JAL モールであれば100マイル貯まるごとに1ステータスライフステータスポイントが獲得することができるって言ったがちになるんですよね で、こちらね、積算ルールの方をね、あの、見ていただくと、まあ、回数で貯まるということで、国内線1登場ごとに5ポイントですね。ま、あこちらね、えー、登場回数1回につき5ポイント獲得できますということで、またね、こちら国際線1000区間ごとに5ポイントということで、東京ホノル1区間の場合は3831マイルっていうふうになりますんで、やはりこの3000マイル部分だけがこのね、対象になるっていうふうになりますんで、 まあ、0区間マイルごとに5ポイントなんで、3000マイルで15ポイントが獲得することができます。で、この残りに対しては次回に繰り越しされるみたいですね。ですので、まあ、無駄にはならずに、まあ、今後に使えるみたいな、まあ、そういった形に、 なるみたいですね。で、次にね、カードの場合ですね。JAL カードで2000ショッピングマイルごとに5ポイントっていう風になりますんで、2000マイル獲得するごとに5ポイントが貯まるっていう感じですね。ショッピングマイルが当月1400マイル、翌月800マイルの積算の場合ですね。 こちらで800と専用客で800 22 2200とマイル。この2,000マイルだけが対象になるっていうふうになりますんでこれで5ポイントは獲得することができるっってたになります。これちょっとね書き方がよくわかんないですけどもこれ簡単なように書いてこうなってるのか2,000マイル積算されるごとに5ポイントなんで2,000マイル獲得するって20万決済ですよね。 1%, 1還元のクレジットカードでってなるんで、まあ20万使って、まあ、5ポイントっていう風になるわけなんですよね。だから、これだったら14万、これだったら8万みたいな感じですよね。まあなんでこんな風に書いてあるかちょっとわかんないですけども、 まあ、2,000マイル貯まるごとに5ポイントっていうふうになりますんで1,400マイルと800マイル積算の場合であれば、まあ、2,000マイル獲得できて2,000マイルが対象になって、まあ、5ポイントがね獲得できてこの残りの波数の200マイルについては、まあ、翌月繰り越しみたいな感じになるということでまあはみ出した部分に関してもこちらもね無駄にならないって言った感じに。 なりますまあこういった形になっているんですよねで次にですねこのライフステータスポイントはね誕生してこのライフステータスポイントっていうのは 生涯ね、溜まり続けるって言った形になるんですよね。あの、一度獲得したね、このライフステータスポイントは生涯ただなり続けて、一つのね、基準に達成すると、JAL グローバルクラブ、JGC にね、入会基準になるって言った形になるんですよね。まあ、こういった形で、ライフステータスポイントがね、新しく誕生して、このライフステータスポイントっていうのは、一度獲得したらですね、失効することはなく、溜まり続けていくって言った形になります。で、それが一つの基準にね、達成すると、 まあ、JGC、ね、で,で、するこちらにですね、下の方にちょっと細かく書いてありますけれども、また、JAL カード本会員を対象に、JMB エリート、JMB エリートプラス、2つの特典を新設ということで、こちらね、対象カードは、JAL カード、クラブ A カード、クラブ A ゴールドカード、JAL ダイナースカード、プラチナということで、まあこちらね、JGC にね、入会できるクレジットカードになっているわけなんですけれども、対象のカードを持っている 方に関してはこの JMB エリート JMB エリートプラスってね2つ新設された。 特典がね、利用することができるって言いたがちになります。こちらは、えっと、この上にね、JAL グローバルクラブがあるっていうふうになりますんで、まあ、後でね、あの、解説させていただきますけれども、年間2回または6回の桜ランジをね、利用することができるって言いたがちになってるんですよね。で、3つ目ですね、もう1つですね、新たな障害ステータス、スターグレードっていうのが、導入がね、されるって言いたがちになるんですよね。ですので、まあ、今回ね、新ステータス制度がね、まあ、発表されたわけなんですけど、 けどもこのねライフステータスポイントっていうのはね誕生してまたねスターグレードっていうのは導入がね発表されたっていった形になりますで、て一つずつね見ていきたいなぁなんていう風に思うわけなんですけどもまずねこのライフステータスポイントを貯めるモデルケースということで先ほど言った通りですねライフステータスポイントを一定以上ね、えー、獲得していただくとですね こちらね、ラウンジクーポンとかが利用することができるって言った形になります。そのポイントが200ライフスタイルポイントで、ラウンジクーポンを使ってね、桜ラウンジが、まあ、体験することができるって言った形になります。で、これがね、利用できるのはまあ先ほど言った通りですね。まあこちらですね。こちらのカードを持っている方が、まあ、利用することができるって言った形になります。で、これをですね、1500ライフスタイル ライフステータスポイントにね、えー、貯めていただくと JCC にね、入会することができるって言いたがちなんですよね。で、2024年1月開始時点でのライフステータスポイントの取り扱いということで、冒頭に言った通りですね、このライフステータスポイントっていうのは、登場で貯めたり、またね、JALPay とか JAL カードの決済額によって、まあ、貯めることができるわけなんですけども、2024年1月開始時点ですね、このライフステータスポイントがね、どうなっていくかっていうところなんですけども、 2024年1月より JAL グループの 航空利用実績でのカウントを開始いたします。また、JAL マイレージバンク入会以降、2023年12月末までの航空利用実績について、障害フライト記録をライフステータスポイントに換算し、積算いたします。ということで、まあ、こういった感じでですね、JAL マイレージバンクに入会した以降の12月末までのですね、航空実績を、障害フライト記録をライフステータスポイントに換算して、まあ、積算してもらえるって言った形になります。で、 この詳細なんですけども、この詳細ちょっとね、後で行きましょうかね。ひとまずこのページね、えー、全部ね、紹介させていただきたいなと思います。で、JAL グローバルクライムのご招待ということで、まあ、所定のステータ、ライフステータスポイントをね、お持ちの方は JGC にね、入会することができて、対象のお客様は JAL マイレージ会員で、対象の条件は1500ライフスタイル、 ライフステータスポイント以上の保有ということで、まあ、こちらでですね、JGC ね、入会することができるって言いたがちになります。で、ちょっとね、一個飛ばさせていただきますけども、今現在の JAL マイレージーバンク向けのステータスプログラムについてということで、ここね、気になってる方多いと思うんですけども、今のね、フライオンプログラムのステータス獲得ありますよね。このクリスタル、サファイア、JGC プレミア、ダイヤモンド。まあ、こちらに関してはですね、 今後も継続って言いたがちになりますんで、この点はね、覚えておいてください。ですので、まあ、今回ですね、提供ステータスが JAL ライフステータスプログラムってのはね、新しいに新設されるわけなんですけども、今までのね、フライオンプログラムの、まあ、ステータスの提供っていうのはですね、まあ、変わらず、えー、提供されるっていうふうになりますんで、ですので、まあ、今後はね、あの、両方とも利用することができるって言いたがちになります。で、JGC に関してなんですけども、JAL グローバルクラムに関するお知らせということで、 で JAL ライフステータスプログラム開始に伴い、2024年1月より JAL グローバルクラブの制度を一部改変いたしますということで、JGC の入会基準の変更ということで、JAL グローバルクラブの入会基準は以下の通り変更いたしますということで、今はですね、JMB サファイア以上の達成と、 クラブ A クラブ A ゴールドカード JAL ダイナースプラチナのいずれかを保有していただくとまあ、このね JGC に入会することができるわけなんですけども2024年の1月。 よりですね、新ステータスプログラムは導入後の基準は、1500ライフステータスポイントの以上の獲得。またね、こちらのカードは、まあ先ほどのね、基準は一緒なんですけれども、このね、1500ライフステータスポイントをねえ、獲得していただかないと、2024年1月以降ですね、JAL グローバルクラブにはですね、入会することができないって言い手がちになりますんで、この点はね、 注意していただきたいなーなんていうふうに思います。で、ちょっとね、飛ばさせていただいた部分なんですけども、こちらは2024年の春スタートということで、スターグレードっていうのがね、導入されます。で、えー、6つのスターグレード導入により、スターグレードごとに得点が充実っていただきになりまして、えー、JMB エリート、星1、星2、3スター、4スター、5スター、6スターみたいな感じで、まあ、こういったね、えー、6個のですね、 グレードが導入されるっていった形になります。こちらね、先ほど説明した、えっと、250とかね、500だったかな。はい。達成すると、こちらがね、獲得することができて、ラウンジとかのね、グローバル会員の特点をね、一部先行体験みたいな感じで利用することができます。で、JAL グローバル会員の方は、この3スター、4スター、5スター、6スターで、 各ね、グレードによって特典がね、受けることができるって言った形になります。で、こちらの詳細もね、ちょっと後で紹介させていただきたいんですけども、まあこのね、新たな特典の中にね、マリオットボンモイとかね、ポボとか入っているっていうふうになりますんで、これがね、どんな感じなのかっていうのはね、非常に気になる部分であるんですけども、ちょっとね、こちらの詳細はね、後で紹介させていただくんですけども、こちらの詳細はね、特に載ってなかったので、まあこの手はね、お楽しみにって言った形になります。 では次にですね、2024年1月開始時点でのライフステータスポイントの取り扱いということで、まあ、先ほど言った通りですね。 JAL マイレージバンク入会以降、2023年12月まで、末までの航空利用実績について、障害フライト記録をライフステータスポイントに換算し、積算いたしますということで、2024年1月開始時点のね、取り扱いについてということで、それがね、こちらになるわけなんですけども、障害フライトの記録、障害登場実績のライフステータスポイントの換算についてということで、障害フライイト記録 JAL マイレージバンク入会以降に積算運賃で登場いただき た国際線通算登場マイル数または JAL グループ国内線搭乗回数を新ステータスポイントライフステータスポイントに換算し積算いたしますライフステータスポイント保有数は 2024年1月中旬頃に JAL サイト及び JAL マイレージバンクアプリにて確認いただけますということで、現時点ではこちらね、自分で計算することはできるんですけれども、あの、はっきりしたね、数字は今ね、確認することができなくて、2024年1月中旬頃より確認することができるって言った値になります。 で、こちらのね、換算なんですけども、えー、国際線は障害マイル、国内線は障害登場回数に基づき、ライフステータスポイントへ換算いたしますということで、こちらね、えー、障害の登場回数が57回であれば、この57回に対して換算いたしますということで、国際線は障害マイル、1000マイル、 また国内線は障害搭乗回数1回ごとに5ライフステータスポイントが貯まりますということで、まあ、国際線はね1000マイルに対して5ポイントしかもらえないみたいなんですけれども、まあ、国内線に関しては1回につき 5ポイントがもらえるっていう風になりますんで、国内線のね、登場回数が多い人はね、必然的にこちらはね、多くなるっていう感じですかね。ですので、こちらの例の方でやると、国際線はね、0マイルっていう風になりますんで、こちらは0。で、57回の方は、まあこちらね、1登場ごとに5ポイントっていう風になりますんで、57×5 で、 え、285、ライフステータスポイントが、ま、獲得することができるっていった形になります。まあ、こういった感じでですね、2020年1月中旬より、このね、ライフステータスポイントね、開始時点のポイントがね、表示されるっていうふうになっておりますんで、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、2024年春スタートのスターグレードの導入ですね、こちら先ほどね、解説、軽くさせていただきましたけれども、こちらの詳細がですね、こちらのページに載っております。えー、スターーグレードとは ということでこちらの導入時期は2024年の春頃より導入ということでこの新ステータスプログラムライフステータスポイントっていうのはですね2024年1月から開始になるわけなんですけどもこのスターグレードっていうのは春から導入っていうふうになりますんでまあ3月なのか4月なのかまあ多分4月1日からじゃないのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらはね2020年春より導入されるっていった形に なります。で、まずですね、JAL ライフステータスプログラムには、障害獲得のライフステータスポイント数に応じた6つのスターグレードがあり、スターグレードごとに異なる特典やサービスをご用意しております。JAL グローバルクラブご入会後は JGC 3ス,スター以上の特典をご利用いただけますということで、まあ私みたいにですね、JGC 修行された方に関しては、まあこちらからね、スタートになるって言った形になります。先ほど何回か説明させていただいている、このね、JAL カード会員のね方に関しては、250ポイントね、貯めていただくと、クーポンがね、 桜ランジのクーポンがね、2回と6回でしたっけはい、利用することができるって言ったはになります。こっからのね、得点が利用することができるって言ったはになります。まあ、こういった形になっておりまして、JGC4 スターの場合は3000ポイント以上、5スターの場合は6000ポイント以上、6スター以上の方は12000ポイントから、こういった感じでね、分かれております。で、得点なんですけども、このね、1と2はまあ、先ほどから説明している通りですね、250、 ジャルライフステータスポイントでラウンジ2回、500ライフステータスポイントでラウンジ6回年間利用することができて、で、3スターの方はですね、まあこちらね、あの JGC の方になるわけなんですけども、まあラウンジとかね、今まで通りの利用がね、することができます。で、このね、4つ以上行くとですね、提携者のステータスの提供とかね、桜ラウンジ同伴、 ご,えー、ご家族の人数制限無料とか、ご家族専用ラウンジクーポンとか、えー、ご家族へのマイル継承とかね、ここら辺も、まあ、入ってくるんですよね。で、シックスターンになると、えーまあ、最上位ラウンジということで、ファーストクラスラウンジがね、利用することができるって言ったがちになりまして、まあ、こちらにもですね、提携者のステータスの提供っていうのはね、まあ、書いてあるわけなんですけども、まあ、この提携者のステータスの提供っていうのが、 まあここになるんですかねうんちょっとここはね,ねこれであのエメラルド付与しますみたいな感じで書いてあるとね、まあ、ちょっと分かりやすいなと思うんですけれども、まあ、多分そうだと思うんですよね。 はい。で、またね、この特典自体ね、今こうやって記載があって、まあこういうのがね、ありますよっていうのが記載あるんですけども、まあ書いてあるのはね、一例っていうことで、まあ今後ね、変更も追加、まあ下が少なくなることもあるかななんていうふうに思いますんで、まあ一応ね、こんな感じっていうのはね、ぜひ覚えておいていただきたいななんていうふうに、 思います。それではですね、このね、ライフステータスポイントを貯めるモデルケースということで、まあ、250ライフステータスポイントを獲得すると、ラウンジュクーポンを使って桜ラウンジュの体験とかですね、まあ、1500ポイント貯めていただくと JGC、えー、になれたりですね、またこちらですね、スターグレードっていうのが3000ポイントから4スターになって6000ポイントで5スターになって、 えー、12000ポイントでシックスターになれるということで、ちょっとこちらね、私の方でまとめさせていただいたわけなんですけども、まずですね、先ほどね、あの、軽く話させていただきましたけども、ね、登場ですね。まあ、この250ポイント、1500ポイントっていうのはありますけども、まあ、JGC であれば、 国内線の場合ですね、羽田伊丹一体登場につき、まあ5ポイントがね、獲得することができて、これを1500ポイント貯めれば、まあ JGC に誘拐できるということで、まあこちらね、単純計算すると JGC 獲得するには、まあ300回登場しないといけないということで、150往復しないと、あの JGC ね、達成することはできないって言いたがちになるんですよね。で、またね、国際線の場合は100区間マイルにつき5ポイントっていう風になりますので、 これもね単純計算させていただくと、まあ、東京ニューヨークの場合はね、えー、6739、えー、67マイルでこちらね30ポイント1,000区間ぐらいね、えー、5ポイントっていうふうになりますんでちょっとねこちら700のねはみ出てる部分が、えー、次回分にね なりますんでまあ50まで行かないんですけども多分47回とかね48回とかそのぐらいはね必要になるっていう風になりますんでまあ羽田ニューヨークでね換算してもまあ24往復ぐらいねしていただかないと登場だけで jgc をね獲得するっていうのはまあかなりねあのハードルは高いっていった感じになるんですよねでまたねカード決済額だけの場合もねちょっと計算させていただいたわけなんですけどもえジャルカードの場合であればですね2000 マイルたメールごとに5ポイントっていう風になりますんで、まあ、1%還元のクレジットカードだけでね。計算した場合だとまあ、20万円決済すると2000マイルになってまあ、それで5ポイントっていう風になりますんでで5ポイントを1500ポイントね。獲得しなきゃいけないっていう風になりますんで、jgc 獲得には1%還元のね。jal カードで、えー、利用した場合は6000万円の決済がまあ、必要になってくるって言った感じになります。で、jalpay の場合ですね。まあ、これもね jalpay が。 0.5%還元なのでまあそれでねざっくり計算すると j g, g c 達成するにはね JALPAY だけだとまあ、1億5000万円ぐらい決済しないとこのね1500ポイントにはね達成しないっていう風になりますんでハードルはねかなり高いですよねで j a l モールの場合はですねまあちょっとねハードルは下がってまあ、1500万っていう風になるわけなんですけどもまあ、どれに関してもですねこのね飛行機に全く乗らずにね あの、決済額だけで、まあ、獲得することはね、現実的にはできるんですけども、まあ、ハードルはね、鬼のように高いっていう風になりますんで、まあ、ポイントはね、失効しないんですけども、このポイントはね。ですけども、ハードルはね、かなり高めっていった味になります。で、次にですね、JAL カード1%還元で、このね、3スター、4スター、5スター、6スターっていうのが、まあ、このポイント数で得点を受けれますよということで、まあ、こちらね、計算させていただいたわけなんですけども、 jal カード1%還元の場合は20万円決済で2000マイルすなわち5ポイントっていう風になりますので、まあ、こういった金額になっていくんですよね。まあ、いくらねポイントが執行しないとはいえですね。このね、えっ、ー、とフスター利用するのに1億2000万とかね。必要になってきます。し。まあ、この6000ポイントだったらね。2億4000万とかね。まあ、もう普通に考えてね。 あの、決済額だけで行こうというのはね、到底無理なね、あの、ポイント数っていうふうになりますんで、まあ利用する方はいらっしゃらないと思うんですけれども、一応こういった感じになりました。 はい。ということで、今回ですね、JAL がね、とうとう新ステータス制度ですね、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、簡単にまとめるとですね、まあ、JAL ライフステータスプログラムっていうね、新しいステータス制度が、まあ、追加になって、まあ、そのところにですね、6つのね、グレードが、まあ、追加になるっていうふうになります。で、JGC のね、入会基準に関しては、今はですね、 この JMG サファイ h 以上でですね、対象のクレジットカードね保有していれば発行することがねできてたわけなんですけども、こちらね、新ステータスプログラム導入後はですね、1500ライフステータスポイントを以上ね、獲得していただかないと、この JGC にはね、入会することができないっていうふうになりますんで、まあ、ここがね、大きなポイントっていうふうに、 なりますかね。まあ、このね、決済額だけで達成するとかね、ハードルはかなり高いっていうふうになりますんで、ま、今後はね、ま、JAL カードを使って、JAL ペイを使って、JAL の飛行機に乗って、JAL モールを使ってみたいなね、ま、いろんなことを積み上げていただいて、このね、JGC 達成していただくっていうふうになりますんで、ま、ハードルはね、結構高くなるっていうふうになりますね。ですので、本当にね、今年修行した方はね、かなり良かったんじゃないかな、なんていうふうに、 思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ